今日は曇り、昨日まで雨が降っていました。オウリュウ潜水艦リチウム電池イオン リチウムイオン電池搭載。その進化はもう散々リチウムイオン電池搭載の話は出てきています。性能もある程度分かってはいます。ではそのリチウムイオン電池の進化、なぜスターリングエンジンがそれほど進化できないのか。スターリングエンジンにはやはり欠点もあり、低速で低出力で運用するのか、高出力で運用するのかによってまた使い方が変わってきます。日本は低出力の静粛性の方を選んでいますが、中国などは高出力のスターリングエンジンを選んでいます。結果はおのずとわかるでしょうが、やはり低出力の方が静粛性には優れています。ですが潜航時のいざという時の待避行動の高出力という問題が出てくる。やはりいつもいつもその場にいるとは限りません。隠れるだけではダメってことですね。行動を起こすときは行動に移る、それが必要となってきます。その時にやはり高出力のエネルギー、電気が必要になります。潜水艦は電気駆動でスクリューを回転させています。ですのでやはり電気が必要になります。通常充電はディーゼルエンジンで海上で行います。ディーゼルは空気が必要となり、やはり潜航しながらエンジンをかけるということはできません。このスターリングエンジンのデメリットを解決するのがリチウムイオン電池です。リチウムイオン電池のハイパワーで充電時間の短さ、ここなんかもうものすごく進化しています。
自分も少し大きめのバッテリーを使ってるんですが、充電時間が早い。今年購入してやはり昔の10分の1ぐらいのモバイルバッテリーよりと同じぐらいの、いやそれ以上の充電時間で充電が完了します。充電する時間も本当に短くなっています。以前はこの辺りがデメリットとなっていたんですが、それも解消されています。放流潜水艦、もうすぐ完成間近となります。外観も少しずつ変わってきており、よっぽど次期双流型潜水艦の形の方が気になります。双流型では12番艦が最終となりますが、もうじき進水式も行われるでしょう。最近潜水艦に垂直発射艦をつける傾向にありますが、日本は防衛という言葉がありますので、垂直発射艦をつけるのはちょっと難しいかもしれません。魚雷発射口のみの運用となるでしょう。憲法を変えるしかないということです。それでは、今日は曇り、昨日まで雨が降っていました。放流潜水艦リチウム電池4、いや、リチウムイオン電池搭載、その進化はもう散々リチウムイオン電池搭載の話は出てきています。性能もある程度分かってはいます。ではそのリチウムイオン電池の進化、なぜスターリングエンジンがそれほど進化できないのか。スターリングエンジンにはやはり欠点もあり、低速で低出力で運用するのか、高出力で運用するのかによってまた使い方が変わってきます。日本は低出力の静粛性の方を選んでいますが、中国などは高出力のスターリングエンジンを
選んでいます。結果はおのずとわかるでしょうが、やはり低出力の方が静粛性には優れていま